で柴田さんここまでってことか。やかし風情と思っておったが、うん、でしょ。うおありがとう。おお酒かいらねじゃ手分けか。どっちから行くの。正面は開いてないよな。どうせこっちは、ああ鍵ね。二つ道がある。最終的に正面っぽいけどね。違うな、最終的に左かな。いやそれはありえねえ。あそこが本丸だよ。うわお、いるね。またあれかな、これまたこれ無限にこいつは出てくるやつ。また無限脇の可能性あれかな。あれこっちでも違うよな。でも無限脇させてだろ。こっち領域展開してないの。なんで出てくる。わお謎。うわあびっくりした。無事なか。はい一例ね。素早く行こう素早く。この素早さが鍵だから。グッバイベイビー。ちくしょう。ムジナの玉城。今、ムジナの玉城を俺装備してますよ。邪魔になんないんだよね、ムジナの玉城。パッシブだけだから。やっちまった。いいね。中下という非常に使いやすいコンビネーションの使い分け。ぶっちゃけ押し切れるな。百人力の雲竜。来いよ。一緒に行こうぜ。ああ、これ百人力だ。力がありそう。でも柴田の方がよかった。やべ、バッテリーが。うずめがいるな。多分これ周りの、これだよこれ。ああ、ここは領域内なんだ。多分そっち側のさ、こことそっちの、こことそっちのさ、それを破壊したのはもう正解だったと。間違いではない。さて、産めか。また産め？産め強い扱いするのは構わんけどさ。これだぜ、もう。あ、でも解放型じゃん。あ、なんか巻き込まれてる。何かに巻き込まれてるぞ。産め2体でもしかして。そんなわけねえな。産めは、これ、雷弱点か。さては。何かと戦ってるのはもう一人。キルアの心臓抜きじゃん。モッツ抜き。ドーン！めっちゃこれやっぱ異様に気を削るんだけど、これなんでやねん。バーン晴れるか。晴れましたね。産めそんな強いやつかい。初めましてだからかな。はどうした。荒ぶりの果てに。あいる。バレてんだよな。帰ってくれ。お家へお帰り。森へお帰り。さてここから本願寺攻めですね。ういうい。これか。これでどうやらね敵を引き寄せることができるらしい。おえは。いやその何その強制戦法。最下衆か貴様。うんって大体来る。これで、あなんかいるし。俺も強いです。くそ。あれ巻き込んで殺さねえ自信はねえ。チャンス。もう冗談で押し切れ。オッケー。何者かは知らぬ。最下衆の一人か。じゃあ、丁寧な一例で。くそ！ダメか。うわ、久々すぎる戦闘。許さんぞって。ひどくないか、それ。ちょっと間違えただけじゃん。スケビト！スケビト！バンバンと。いや、引き寄せムーブ。よっしゃ、来た。うー、危ない。アームダ打ち。多分温泉だな、これ。いや、でしょうね。うん、温泉臭しかしなかったもん。野菜。これ野菜のグラちょっとこれ、感化できませんな。このグラは。グラ中の俺はね、もう、がっかりだよ。割といいグラなんじゃないっていう認識を今、完全に一掃してね。バン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 。で、バン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 。そう、気力切れた時にあれを使えば。ガキさん。え？殺すか？いた？さっき出てもらったの。ひるませる。ちょっと待って、いける。引き寄せない。あれ、引き寄せるんじゃないの？ビアボクボクやっとこう。どうせろくなことになるんだよ、お前いても。あれだよね、あやかし召喚系だよな、これ。いや、これ普通に冗談で殴ってるだけでクソ強え。前作のイメージそのまんまなんだけど。
てかまだまあろくにスキル持ってないからこの戦略が合ってるな。でも鎖鎌だからやっぱタメ的な攻撃はなさそうだよね。バーン、バクステ狩り。え、あ、そっか、ひで憎しみのうちに死んでった。そっか、ソウがね、テッソになり果てるってそんな感じだったよな確か。ここはショトカの開通優先しよう。オッケー、ショトカですね。まあ、敵復活させるの面倒なんで探索からしよう。てかさっき俺小玉見つけたよな。小玉がいたんだってさっき。あ、いたいたいた、これ。よし、まだ全員じゃないか。お、危ねえ、ムクロよ、死のうか。行くか。ボスじゃないよな、まだあっちあるもんね。ここからさらに回り込んでっていう感じはありそうだよな。あれちょっと待て待て待て、ボスか。ボスの心構えできてない俺今。戦略もちょっと足りないし、てかスケビトいるし。スケビト、サイカマゴイチだろお前、どうせ絶対そうだよ。無理、俺の縁の範囲だ。この本願寺のお堂の中を、おっとこの本願寺ね、このお堂の中全体を覆うバビマイナの縁だから。お、キジ、背負ってんだな。ああ背負ってる、信長の野望な。羽が生えた、あやかし使い。それはメルヘンだろ。サイカマゴイチ、やっぱりな。ただ一つだけ言いたい俺は、雲龍お前邪魔だ。ごめん、俺この状態で戦う気ないから自殺します。タイマン以外受け付けない俺。大したことねえだろサイカマゴイチ、ボッコボコにしてやるよお前。これ武士汁持ってっていい。サイカマゴイチを毒でカバネで仕留めたい。でカバネだって言いたいわ、カバネだ。これ扉の前でエンチャント反映するかな、一回やってみようかな。武士汁からの結界先生しちゃうか。で風力バフが乗ってるかどうか、ダクソ式なら乗ってないんだよな絶対。乗っとるわ、痛いです。いや痛くねえな、よし勝った。え、何なんだ今の、俺の知らねえ、俺の知らねえ、俺のシグネチャームーブだそれはマジかね、ウィー、それサイカマゴイチだろ、シグネチャームーブだ。オッケー、ローカフあるからいいや。ダンダンダン、やばいっす、回復しよう。来いよ。でもこれ毒を発動させるなら、怖いな。いやー狙いすぎ、狙いすぎてやりすぎでしょ。ターンターンターンで下段に切り替えたがうまくいかない。よしヒルメ、ターンターン、しっかり斬新しよう。くっそいて、パンパンパン、武士地の効果切れた。無駄、痛いっす。下段どうだい、かわす。オッケーで2連で来ると、はい1発2発3発それで終わり。オッケー、無駄だね。あ、振り切り、やめときゃよかった。うわー、コローカか、いって。で俺結界切れてるからな、はい射線切ります。上天だな普通に。うー、大爆発、なんじゃそりゃ。てか攻めなさすぎでしょこれ、ちょっと攻め、あもうやりづれえな。パンパンパンと、うわしぐめちゃうのか。いやー見て、全然もう今んとこ最悪だね、最低だね今。ほらこのムーブいらないんだよな。
して配信だ。うん、これは大したことない俺。ちょっと待って、俺刀ノイズが激しい。刀ね、やりたいこと多くて全部やろうとしてるから、鎖鎌対決と行こうじゃないか。風力そんないらないレベルのなんか強さな気もするけど、使うけど風力で、ターン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 、ちょっとこれは下段に切り替えておいて、で降りてきたとバン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 と、かなり、いや鎖鎌が強すぎるぞこれ。ダン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 、ほい、これもう主に徹してるもん、恐れをなして。で俺は上天をさらに追い上天、ダダダダダンダン、痛い。で下段に切り替えといて、基本はステップで避けた先でこれを使うと。強ない、このこのこれ、いった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 、ピューはうまいこと避けていく。よし、オッケー、きた。はい、これが俺のシグネチャームーブです。きた、これね。で斬新しながら下段に切り替えて、まあ下段でもいいか、いやこれこれ気力削る、いまいち、一言いまいち、なんじゃそれは。クソが、上天、はい、相打ち、はい、相打ち、相打ち上とは、これ銃で撃ってきて、もう一回これでしょ、でチャンスで逃げる、これ上天いくでしょ。 OK、 来た、かわしたら OK、 ピューはこれ走って逃げようか、適切だね、適切ムーブだね、超痛いね、だいぶやべえ、だいぶ今ムーブがさ濁りに濁ってんだよな、これ風力は最悪、今最悪、混ぜ負ける死にかけた今これどうなん、まあ、可能性の一つとしてね、チャンス、ういで、これ下段にしてかわしたら、これを連撃で加えていくと。このムーブ徹底してればいて、かなりいけそうな気もするけどな。おら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 、聞いたかなこれ、聞いてる聞いてるって言える、言えそう、言えてますねこれ、チャンス、貴様に気力削り、気力を回復させる暇など与えぬ、ねえドーン、これ上天のタイミングでしょ、危ねえ、よし OK、 はいギリギリ勝ち、これ、あ待って、これこれやってねえじゃん、あ弾いた今、待った、勝ち格の外貨を歌っていい、もはや勝ち格の外貨を歌っていいぞこれ、食らってる食らってる、めっちゃ食らっとる。でこれ飛び道具狩りは弾けてるね結構、ドン、よしこれ強いわ、このエアロクソ強い、これはかわしてかわして、はい降りてくる、何かしら2回行動はするな、何をしてくるかは分からんが、ダメだ、ほらほらほら、でもう一回来るよ、何かしらしてくるからね、でそこをもう狩ると、着地狩りの俺でもう一発来るよ、下段か上段か分からん、分からなくなってきた苦戦してるな、いや俺体感的にそんなに苦戦する敵ではないと思ってるんだけどなぜ苦戦している、いやでも次でいける気がするわ、要は徹底すればいいだけのことでしょ、ムーブを
ムーブを徹底していけば、ほら、あ、コンビネーションこれか。ちょっと待って、とりあえず出してくれ。よし、エアロ効いてるうちはもう強気でいいな。ほいっと、まずい、チャンスで降りてくるからバーンと、チャンス、この圧倒的五能戦力よ。この後に何も派生できないのが残念極まるけど、ドーンで、これでとりあえず回復は増しといて、でこれは使って、で強気にこれはバフでは限りいけるね。これはいいな、武士ナイスナイス、打ち落とし強っ、攻略の鍵じゃんこれ。ふい、ダン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 、ほら毒れ、チャンス、ほら俺のシグネチャームーブ、弾き返してるもんな。うわー、めっちゃ食らっちゃった。毒ってるね、毒ってるなら、ちょっと待って、護身水これ少ない、足りねえ足りねえってか、護身水切れ起こしてる俺。よし、待って、上風力は常にかけときたい、風力は常にかけときたいぞ。相手ちょっと、これかわせそうだよな。どこどこ、ロックが消えてる、痛い。さっきもさ、やばいムーブ食らって、それでまくられたからな。下段での攻め手が弱いな、やっぱり。ちょローカフは使わせてもらう。でこれはかわして、ダンダンでしょ。ああ、まあかけ直しのタイミングは覚えたな今。で上天、上天まだしない、ここでそれ無茶だったか。いけるいける、これで一通り最後のバフをかけたら死にます。いやもうちょっと動きマジで悪い。チャンス、攻めようぜ、もっと多分攻めたら勝ててるぞ、攻めたら絶対勝ててるよこれ。ほらこれで攻めるじゃん、タイミング分かんなかったよ。痛い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 、ラスト、これは危ねえな、読み切って勝ちたいんだよな。さあもう回復ない、つまりここからが本領、サイカマゴイチ、ここからが本気の俺だ。今まで雑にやすて悪かったな、ここからが本気だ、本領だ。このムーブよ、サイガマゴイチ、お前のシグネチャームーブ見せてみろよ。それか、これが俺のシグネチャームーブ、見せてやるよ、そして殺してやるから。勝った、第一部完、これが俺の最強の飛び道具じゃないです。
待って、おれ、よし、ちょ、待って、サイコッペやばい。え？あ、なんだ、びっくりした。わー、サイカマゴイチか。ボスだったか、鈴木さん。とどめを刺さないのか。刺さないです。あの、死にそう。面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。サイカマゴイチ、だいたいイケメンになるよな。あんたも逃げた方がいい。どうした？霊石のせいか、厄介なのがよりついちまったね。あら、本当に？ここも直に崩れる。わかった。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。また戦うか？いや、あ、ありがとう。味方になりそうだな。え？シグネチャームまだ隠してたか。ああ、まあいいボスだったね。っていうか、うん、俺が変なこだわりを持ちすぎて、無駄に時間かかっちゃったけど。まあ基本はだからこれで回避して、冗談で、もうこれだけ当てるって。もうこれで十分だったよね。このエアロが結構良かったな。意外とうまく機能してたよね。え？なんすか？この声。やばそうなんだが。え、ボスいきなり。もうボス。レンちゃん？確かに孫一ちょっと、そんなだったけど。やりましたな、秀千代殿。やべえ、誰かわかんねえ。地上の印籠。ありがとう。私の子。秀吉がいつかきっと。何このジービー。カラスとの決着がついたようだな。はい。デシャバリオっていう。ありがとう。こた。俺の子だ。働きに免じて。うん、先から響く。酒の相手はいいから戦おうぜ。また今度。ボスか。御影洞門の鍵。あ、さすがにボスじゃなかった。ちょっとあれ警戒すぎたな。てかそうだもんな。まだ俺小玉全部開けてないから、小玉全部回収してないからね。これコローカでしょ。ほら知ってんもん。コローカはね、これがいいんだよね。めっちゃ潰せるから、全ての行動を無にキスことができる。なんだこの地響き。え、何やら歌えた。嘘、大丈夫じいちゃん。いや、サイカマゴイチは普通じゃねえ。やっぱり。よっしゃ。悪いな。てかもう今日はあれだな、聖徳太子しなきゃいけない局面が多すぎる。聖徳太子状態になった時は、あの、決して悪い気持ちはしないから。それが女子2人だと思う。それが女子2人だったら悪い気はしない。おらさてと、この地鳴りの主が近いことを祈るな。クソだわ、ここじゃねえじゃん。なんだここ。え、なんだ今。え、何これ。え、何今のカメラ判定。いや、これなんかあるぞ。これなんかあるわ。なんかある。ここになんかあるぞ絶対。だってなんもないじゃんこれ。なんもないわけないじゃんこのゲーム。さすがに意味深がすぎる。だこっち行けるよね。ムービー連戦じゃん。あ、そっちから来んのか。なんだこのデカブツ。おお、一つ目じゃないっす、二つ目です。雲、角持ってる。なんだこいつ。牛気。あれ、あ、これ足狙えるぞ。なんかちょっと待って、もうすでに見出したかもしれない。攻略法を見出しかもしれない。いや、痛いっす。ちょっと勘弁してください。これちょっとやばいな。こうやって、うわ、痛い。これドーンして、ちょっと待って、これ入り込んだ方がいい系かな。ちょっと死ぬ、マジで死ぬ。ガードすべきか、冷静に。ちょっと待って、冷静に風力するじゃん、まず本当に冷静にね。で、これは避けなきゃいけない。これ壊れた。ちょっと頭殴っていくといいです。殴れねえ。あ、103、なんかダメージ低い、もしかして。
なんか足光ってるよ。めっちゃ回転してくる。そんなにいいやかい。痛い、痛いです、痛いです。狙えないな。でもダメージ103でも十分入ってる判定だな。別にダメージ入ってないわけじゃないか。これは？ほい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 と。やっと。あ、やべ、ミスった。まあ、こっちの方がいいね。これはなんだ？ここでかわして、はい、毒やります。めっちゃ、あ、でもなんかリーチ長えな、すげえ。下段でいいな、でもこれ。あー、痛いっす。痛くないっす。ちょっと。いってて。わけわかんねえ。これなんか、絶対足でしょ。足なんかあるでしょ。あ、OK。いった。いや、緊張感ねえ、なんか。なんだこれ。異様に緊張感ない。上転して、いや、踏みつぶされた。痛いな。体力なくなるわ、これ。あ、でも全然減ってないの、体力。あ、やった。食われた。まずい。緊張感皆無。ちょっと足狙うか。いや、なんか、とりあえず頭狙っといて、あの、なんか、隙の大きい攻撃やってきたら。あ、死んだ。生きてる。とりあえず基本これ頭殴っとけばいい。全然余裕あるもん、これ。この辺で近づいて、あ、でもこの攻撃がある以上近づきすぎは良くないな。狙いね。基本頭でいっか。なんか足かなと思った。でも足狙ったら多分いい感じに記憶削れてるんじゃないかな。でもカメラのなんか位置が皮肉はね。来た。いや、めっちゃ足が。これで、あー、領域転換ある。フォローかしちゃうじゃん。めっちゃ削った。フォローかしちゃうよ。じゃん、すぐ終わらせる。羽生えてる。勇気。牛に羽が。いや、足は鍵だと思うんだがな、絶対。待って、なんだこれ。なんだろうな。ドーン。やべ、もう回復できねえよ、俺。ちょっとこれ、いや、学ぶだけ学ぼう、ちょっと。このぐらいの距離でさ、赤攻撃を待てばいいじゃん。で、俺、コローカして、そういう削って。これこう見えたな、多分。多分だが。足変に狙いに行かなくていいや。これ、下段で、かわしやすいようにしとこう、ですね。はい、3発来そう。いいね、攻撃はできるな。何それ。パッターパッターパッタードーンね。 OK。 作詞。なんかやった今俺。なんか隙だらけなんだよな。で、足狙いに行ったけど、別に足狙いに行かなくてもいい気もしてきたんだよな。ちょっと狙いにくかったしね。狙いに行くと潰されるじゃん。狙いに行って潰されるぐらいだったら、なんか下手に近づかずにね、戦っていけばいける気がするんだよな。ちょっともうヒットアンダーウェイで極力戦ってみます。火弾こっちに使うか。どうそれ。あ、当たんね。でもカメラの視点がもうわけわかんねえこれ。だいぶわけわかんねえこれ。当たる。いいんじゃないこれ。まあ、本体に当たるしな。最悪最悪本体だから。あ、透かしに確定で撃てるって思っちゃいけないな。いや、足を破壊することのメリットを俺に教えてくれ。そうすれば足ムーブにするんだけど。領域展開前はこれ狙えるね。よし、で、領域展開しました。結界戦線しとこう。羽が入るんだよな。結局狙いどころは一緒で、あのカウンター狙いなんだよ。この距離保って、で、適宜振らせる。切って、あ、ちょっと火弾はいらんかな。これ鎖鎌説ある。鎖鎌上段説で、これガードして
もさすがにゴリ押しダメか。食らった。よっけずにゴリ押ししようと思ったけど、さすがに許してくれなかった。ちょっとゴリ押していい？無理。オッケー、一回ゴリ押そう。一回ゴリ押して、ちょっと待って、すげえ。すげえ、ちょっと待って、なんだこれ、これやばいことが起きてるから。ちょっと待って、これやばくない？ちょっと待って、気力切れ、気力切れ。一旦風力するじゃん。よし、来た。で、ローこれ、これして、いや、ちょっと待って、これやばやば、これまずい。で、全然減らねえ、全然減らねえっていうか、全然 HP 残ってんじゃん。これちょっと俺のシグネチャームーブじゃない、これ。ちょっと待って、ちょっと待ってな。とりあえずデバフかけだけ、デバフだけ確実にかけよう。で、常闇発生時はもう完全にどうしようかな、コローカ一択で、コローカ一択でいこうね。それ削り切っちゃう。気力切れたら、まあ、ガン攻めして、でコローカ入れてみたいなムーブ、これ俺のシグネチャームーブとする。上転していった。いや、うん、いや、もうなんか多分楽勝、楽勝なんだと思うんだけどな。いや、これちょっとコローカやめるか、たたりもっけにしよう。デバフの切れ時をな、バフか、バフの切れ時を俺が見ないといけない。ほい、こうするでしょ、で離れてこうする。これが当たんないのよな。どん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 、終わらせる。どん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 、でどん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 、あとはデバフ、ダブルデバフで駆け切ったら、俺のバフがそろそろ切れてるだろうから結界戦線して、無理か、危ねえ。攻めたいな。2、3、4、コローカ、コローカじゃない、オエパイソンだ。いいね、ドーン。これを繰り返せば良いと。よし、オッケー。この状態は攻め時ですね。スタミナもガンガン回復するし、ね、でも攻めちゃう。よし、でこのダメージはローカフで回復するから無視でいい、無視でいいです。攻め時、攻め時、しっかり斬新だけ合わせる。で風力は回すと、で結界戦線もここでかけ直しとこう。死ぬパイソン、やぶねえな。これさ、冷静にさ、この状態でこれだけの火力出してくるって相当だぞ。おい、2回目、相当な火力持ってるな。早いんだよループが。これ当たんない、当たんない。もうひたすら、これ一応これあれかな、いやかー、こいつ火力えぐ、火力えぐいわ。いけ、これマジ風力使ってないと、マジで一瞬で沈む。これさ、もうこうしちゃえばいいじゃん、連発で。最悪、これで削れる。来た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 、ほら、はい、3回目、風力は切れてないな。上天使うこれは。で、できれば結界戦線したいな。風力はもう一回かけておきたい気持ちはちょっとある。いや、いいや、削れるだろこれ。いける、ラストチャンスだこれ。
これこうでしょ。来た攻め時、攻め時じゃ。削れ削り取れ、そしてラスト最大の一撃を与えていく。勇気撃破、なんか特殊モーションだった今。これ弱いわ弱いっていうか鎖がまあ良すぎた。ちょっとちょっと来てって、なんだこの顎で砕き食らえぬ者がいるとか。強いだろ、全くおかしなになったもんね。危ない危ない。いや強かった、強かったけど弱かったわ。無名おい、ハルさんそこにいたなら言ってよ。落ち着いて聞いて。落ち着かない。どうした。半兵衛が死んだわ。は？はっとり半兵衛。半兵衛はっとりじゃねえやあの具合は悪そうだったけど、こんな急に。竹中半兵衛な。半兵衛、いや病は良くないって言ってたけど急すぎやしないか。でも半兵衛の病は秀吉がどうにかしてくれたんじゃないの。を助成するなら本願寺霊石も欲するままに手に入ろう。え、だが闇討ちは心が痛む。明智、夢を叶える力を。情けは無用。ちっちゃくないぞ。そうだな、あんたと同じこの力があれば。え、二つ、ちっちゃい像じゃん。いやもうなんか誰だっけあいつあいつ誰だっけ。いや明智の部下だよ、完全にあやかし。また乗っ取られてんじゃん。随分と大物だったわね。やるじゃない、戦は織田の勝ち。寺の奥から霊石がたっぷり出たそうよ。そうそう、徳長からことづてを頼まれたわ。預かった霊石を守るために残る、西に遠征に向かう秀吉軍に合流してくれだって。半兵衛が死んだこと何とも思ってないのかしら。いやもうあやかしだよ、妖に侵されてるよ、見入られてるよ。あ、やべ、オーデン来た。オーデン、